はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。今回はですね、2歳のね、新馬戦いろいろ評価してきた、新馬戦の適性みたいな評価をしてきたんですけれども、じゃあ2歳戦そんなに気にするんだったら予想していこうという中で、今回選んだレースがですね、日曜東京1です、2歳未勝利。これはね、しっかり予想という形でやっていこうなんていうふうに思っております。やっぱりね、2歳戦こうやってね、やっていく上で、新馬戦ってね、やっぱなんだかんだでよくわかんないんですけども、一回姿を見せた馬たちを、そこでどう評価するかということで、またやっていけばね、こっちは馬券の的中に結びつくんじゃないかなということで、これをね、手堅く当てていきたいななんていうふうに思っております。ね、毎回この前工場だけで時間取っちゃって申し訳ないなってとこなんですけど、今回の予想はこんな感じになっております。20丸現在6番人気、リッチアロマ、ここから行きたいと思います。この馬なんですけれども、ビッグレッドファームの名義だったかな。そうなってくるとね、2歳戦のね、2戦目、ビッグレッドファームの馬ってね、結構2戦目に穴を開けるパターンって多いんですね。そして時計的にも、ネット競馬の指数では1番手。じゃあなんでそこだったかってことでね、馬柱見てみても、これで2戦目になって追走が楽になればなということで言えば、この出走馬の中で上がり3波論の時計が一番良かったんですね。これは非常に評価の対象になるんじゃないかなということで軸にしてみました。そこからね、比較的もう人気サイドに流していく感じですね。つまりしっかり結果を出した馬たちに流していけば、大体当たるだろうということなんですが、まずは大島サフィール前走出遅れが響いて負けたようですね。2走目で前進が期待できるというか、パンとうまく出るだけでも勝ってしまうんじゃないかなみたいな気がします。そして3番プルスウルトラ現在2番人気、大島サフィールに一応先着してますからね、ダート向きの血統、力がいる馬場っていうのもね、案外2歳戦ってそういう馬が芝でも走るというところがあります。そんな中で、なんだかんだでちょっと開催後半になってきて力のいる馬場になってたらプラス要素じゃないかなということにしてみました。そしてノットイエット9番、絆3区ってね、初年度叩き両下型が目立ちましたからね、そして未勝利戦ってね、どの組がレベルが高かったかみたいなのがね、比較的大事だったりするんで、里のレイナス組、里のレイナスが勝った新馬戦に出ていた組っていうのもね、一つ押さえていきたいなというふうに思ってね、1頭入れてみたみたいな感じですね。そして4番人気のマイネルアミスター、これもビッグレッドファーム系の2戦目で良さそうですしね、鞍上も和田っていうのもちょっと強化された印象もあります。一応これも押さえておくとね、馬券が、軸こそちょっと狙ってみたものの、紐がちょっともう人気サイドということになってしまいます。じゃあ単幅で買った方がいいかもしれないですね。そして一応もう1頭ひらめき大穴的にもう1頭上げておくと、7番人気の当選ヘンリー、これね、8番人気のビッグレッドの馬と迷ったんですけども、新馬戦で見せていた上がり3波動の時計がこっちの方が良かったという理由でこっちにしてみたんですね。その結果、そりゃそうだよな、こっちが先着されてるのにこっちが人気してるみたいなね、みんなそういう馬券の買い方するよねということになってしまいましたが、これでね、2歳未勝利も狙っていきたいなというふうにね、思っております。そんなわけで、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。